シティポップは1970年代後半から1980年代にかけて日本でリリースされ流行したニューミュージックの中でも特に都会的に洗練され洋楽志向のメロディや歌詞を持ったポピュラー音楽。主要なアーティストの多くがシンガーソングライターであり、もっぱら日本語で歌っていた点も特色に挙げられる。ロックとフォークの日本版ハイブリッドと言える。 ニューミュージックを母体とする点で、シティポップは洋楽の日本独自のアレンジという側面を持つ。決まったスタイルのサウンドはなく、明確な定義はない。定義は曖昧、ジャンルよりもムードを指すとされることもある。シティポップは商業的な便益のために後付けされた用語であり、制作過程ではシティポップを想定していない場合もあるため、歴史認識や制作意図を説明する場合は、 用語の使用に注意が必要である。1960年代後半から現れた自作自演のフォークやロックのうち演奏やアレンジに凝った楽曲が1970年代になるとニューミュージックとカテゴライズされ従来の楽曲との差別化が図られたがその枠組みは次第に拡散して曖昧となった。そのため洗練された都会的なニューミュージックを他と一線を 隠するために作られたのがシティポップというカテゴリーであり、発案者ははっきりしないがジャンルを提示することで作品を売りやすくするという商業的意図が元にあった。シティポップはネイティブには通じない和製英語であり、当初は主にシティポップスと呼ばれたが、後にシティポップが定着し、1970年代からレコードのライナーノーツでその後が使われ始めている。 音楽性の面でシティポップの源流と一般に挙げられるのは軽快なロックサウンドに日本語歌詞を乗せた先駆的バンドのハッピーエンドであり、またシュガーベイブのアルバム、ソングスもシティポップの講師と言われることが多い。そのシュガーベイブのアルバムを起点とし、その後に活躍した大滝栄一、山下達郎、吉田美奈子、荒井海、竹内まりや、大貫き太鼓、南吉高などが、 シティポップの基盤を作り上げていったとされる。なお、シュガーベイブに限らず、シティポップの主要アーティストは、ほとんどが東京出身者もしくは東京を拠点に活動した者たちだった。したがって、シティポップで歌われる、シティとは高度経済成長を経た現代の東京であり、それもリアリズムから一歩引いた、広告都市的な消費の街というフィクション性を多分に含んでいた。 そうしたシティにおけるおしゃれなライフスタイルや都会の風景、時には都市生活者ならではの孤独感や哀愁を良いメロディとシャレたコードに乗せて歌い上げたのがシティポップだった。シティポップが成立した背景には日本人の生活水準の向上と変動相場制導入と円高による海外の文物の流入、いわば東京の国際都市化という社会的変化があり、 シティポップの清水は日本経済の清水と重なるところが多い。バブル前夜日本人の生活がどんどん豊かになって一般市民の中に経済的、精神的余裕が生まれていった。そんな中で平日は街で夜遊びしてオフには伊豆とか湘南でサーフィンするという若い人たちのライフスタイルが構築されていった。平日と週末、 都会の夜の喧騒とビーチのリゾート感覚がセットで多くの人の意識にあったんだ。すべてにおいて勢いがあって手探りで新しいものを作ろうという時代の雰囲気。そんな中でシティポップという流れができてきて聴く人にも受けたんだと思う。門松都市期1970年代においてシティポップアーティストの多くはライブアンギャーよりはスタジオでのレコード制作に重点を 置いていたため、松藤や弓などの例外を除けば、シティポップはまだ、東京周辺でのムーブメントに過ぎず、全国区でのヒット曲はあまり生まれていない。しかし1970年代以末、YMO がシティポップをさらに先鋭化させた、テクノポップで世間の字幕を集めたことで、彼らの周辺のシティポップアーティストたちにも次第に、関心が向けられるようになった。 そして1981年には年間、アルバムチャートで、寺尾里氏のリフレクションズと大滝栄一の A ロングバーケーションというシティポップの名盤が1位と2位につけ、1980年代前半にシティポップは全盛期を迎えた。1980年代前半において、シティポップは山本達彦、稲垣淳一、杉山清隆といった美系男性シンガーによる、 都会派楽曲というイメージも持たれており、特に山本と稲垣は女子大生から圧倒的な支持があった。また松田聖子が風立ちぬや赤いスイートピーといったシティポップナンバーを大ヒットさせたように、シティポップは歌謡界にも浸透していった。バブル期の小平井さんの時代において CM とのタイアップから多くのシティポップのヒット曲が生まれた。 都会的で洗練されたシティポップは企業 CM との相性が非常に良く、またテレビの歌番組出演にあまり積極的でなかったシティポップアーティストにとっても CM タイアップは貴重なプロモーションの機会となった。その点でシティポップはフォークやロックのように何らかのメッセージを主張するというよりは商業音楽としての性格を多少なりとも持っており還元すれば メッセージ性を排した純粋な音楽的追求の産物ということもできる。またシティポップの普及の背景には音楽を聴く環境の変化、すなわちそれまでインドアの高価な趣味だった音楽鑑賞がテクノロジーの進歩により安価なアウトドアの娯楽へ変化した点も挙げられる。従来ならば音楽とは室内に据え置いた重厚なステレオセットにレコードをかけて聴くものだったが、 1 9八十年代には、レンタルショップでレコードを安く借りて、自宅のカセットデッキでテープにダビングし、そのテープをウォークマンやラジカセ、カーオーディオで外へ持ち出して聴くというリスニングスタイルが、若者の間にも普及していった。そうした、外で聴く BGM として、耳障りの良いシティポップは、まさにうってつけであり、特に、大滝栄一の A ロングバケーションと、山下達郎の、 フォーユーは、カーオーディオ選挙率で双壁をなす名盤となった。そしてこの2枚により、東京のみならず、横浜から湘南にかけてのリゾート色の強いエリアも、シティポップの射程内へ入るようになった。自家用車を所持し、こうした音楽的環境へ加わるために必要な機器を、すべて所持する余裕のある、裕福な都会の職業人をモデルにしていた、シティポップは、 ティーンウェジャー向けのポップソングではなく、より大人のリスナーを対象にしていた。1980年代初頭に現れたシティポップには、おおむねより明確に定義されうる、既存の様々なポピュラー音楽ジャンルが混在しており、独自の音楽的アイデンティティをほぼ持っていないが、大まかに理解するならば、おおむね電子楽器とアナログ楽器を組み合わせたサウンドと、制作手法による、明るく、 クリーンで洗練された音楽が特徴である。多くの場合、日本語で歌われる歌詞を除いて、日本の近代大衆歌謡において、日本的と通常考えられるような学理的特徴の痕跡は、ほとんど見られず、歌詞についても日本語とヨーロッパ諸言語が頻繁に切り替わる。シティポップは、この日本的な音楽の証をも見出し得ない、という点こそが、 その文化的コンテクストを最も明確に定義し得る要素となっている。イラストレーターの長井博士。作品とともに、イラストレーターの長井博士や鈴木秀と、渡瀬製造といった卓越した、一握りのアーティストは独自のスタイルを確立し、真夏のビーチや海沿いのハイウェイ、スイミングプールなどのイメージを通して、1980年代、初頭のカノンにおいて支配的となった。 独自のスタイルを生み出した。彼らのイラストは山下達郎、大竹栄一といったシティポップミュージシャンのアルバムジャケットに用いられ代表的な視覚的記号表現となった。一方で彼らが描いた海岸や海といった典型的なモチーフはありのままの自然というよりも疲れ切った都会人が夢見るレジャー空間を表彰しており大抵快適な都市生活のシンボルに囲まれている。 その後、1980年代半ばになると、シティポップのジャケットはイラストから、よく似た構図の写真へと置き換えられ、時にはそこへ、類型的なポップスターのポートレート写真が、組み合わされた。これほど、特徴的ではないものの、しばしば見られるのは、そのジャンル名が暗示する、大都市というテーマをより直接的にアピールするとともに、不憂な都市環境を描くことで、 現代的洗練を表そうとするカバーアートのスタイルであった。当時のシティポップのアートワークはアメリカものかトランスナショナルな大都会を描いたものであるが東京や横浜のビル街の夜景であってもそれら都市景官のうちに日本らしさを示す要素は皆無ムに近く音楽的性質や歌詞と同様にシティポップの文化的無習性を反映している。このような都市と 海辺という図像は、シティポップというジャンルが最初に誕生してから、終演するまで一貫しており、このジャンルを最も容易に識別する特徴となっている。音楽ジャーナリストのヤン・マーティンはかつて、基本的に80年代に出たアルバムで、プールの絵を表ジャケットに配したものは何でも、おそらく、シティポップということになるだろうと述べている。このように、 シティポップの歌詞が間メディア的にしばしば変換され、またアルバムのアートワークや雑誌の表紙、あるいはサウンドの特色等々を反復、強化していくことによって、ジャンルの特徴が形作られていった。シティポップは当時から境外化した、浮ついた音楽、現実感に欠けるなどと批判的に捉えられることもあった。1980年代後半になると、 まずロック中心主義的なバンドブームの勃興が最初の向かい風になった。さらに J-POP という広範なパラダイムの登場やシティポップの音楽環境が別の技術的、視聴覚的モデルへとって変わられることによって存在感をなくしていった。そして1990年代に入りバブル崩壊によって社会に停滞感が漂うようになると シティポップと呼べる楽曲は激減し、代わりに、カンの愛は勝つの大ヒットに象徴されるように、地に足のついた内製的な歌が、リスナーから好まれるようになった。シティポップは J-POP の中へ埋没してゆき、シティポップは死後、クリシェと化した。シティポップの影響を受けた渋谷系が後継ジャンルとされることもあるが、制作意図や音楽的特徴は異なる。 2000年代にはセロなどのインディーズアーティストがシティポップリバイバルという形で言及されることもあった。イギリスでは早くから山下達郎の曲などのシティポップがダンスナンバーとして評価され J レアグループ、J ブギーと称されていた。2000年代に入ってインターネット環境が普及し、ストリーミングや動画配信サイトで音楽を聴くという新しいリスニングスタイルが生まれ、 誰もがどこからでも手軽に様々な音楽へアクセスできる環境が整った。そして日本国内の閉じたムーブメントに過ぎなかった日本のシティポップを AOR を再評価していた米国の音楽マニアたちがネットで発見するに至った。彼らにとってシティポップは AOR の卑怯であり、日本に閉じた流通や言語の壁もあり、 それまで存在が知られていなかった分インパクトも大きかった。2010年代にはシティポップは欧米圏のみならずアジア圏でも再評価が進んで多数のファンを獲得するようになり、2017年頃からはネット配信されていないレコードを買い求めようと来日する外国人が多く見られるようになった。また2018年には YouTube に無許可アップロードされた。 竹内マリアのプラスティックラブが YouTube のリコメンデーションアルゴリズムにより偶然世界中のユーザーに推薦されると謎の楽曲として興味本位で聴き始めるものが増え結果として世界中から約4000万回もの再生数を記録するほど大きく注目された2020年には10月に YouTuber のレイニークがカバー曲を歌唱する動画を発表したことをきっかけとして 松原美希のイオナカのドア、ステイウィズメが、スポティファイグローバルバイラルチャート15日連続世界1位を記録、Apple Music の J-POP ランキングでは12カ国で1位を獲得するヒットとなり、同作のレコード版がポニーキャニオンから復刻されることとなった。シティポップはベーパーウェーブやフューチャーファンクのモチーフとしてメジャーな存在となり、またその BGM 的性質から、 ストリーミングの普及で需要が高まっているチルアウトの音楽にも影響を与えている。このようにレトロ志向でハッピーエンド中心的な出版物に支えられる形で起こった小規模なシティポップリバイバルが2010年代に加熱的な盛り上がりを見せた。一方で新しいミュージシャンによって制作されているニューシティポップは従来のシティポップとの関係性や 直接的な音楽的影響が否定されることもある。アルバムアートの多様性の視覚的影響からも、ニューシティポップの膨大な音楽的バリエーションを生み出すことができ、特定のアルバムを除けば、かつてのシティポップ的様式と、新しいシティポップとの間に、美学的な強いつながりを生み出すことは難しくなっている。しかしながら、このジャンルが体現しようとした、宣伝センス、 おしゃれといった諸概念は歌詞や記事によって常に強調されてきており、数十年にわたる時の中でシティポップというジャンルの中で非言語的な記号は大きく変化したものの、こうした就職後の用法は通史的に見てもほとんど変化していないことから、シティポップとはどのようなものかという考えに関する確かな一貫性は見られている。上述した通り、 あくまで消費者側における認識であり、本人が意図していない場合もある。ありがとうございます。